自分は理想のパートナーは何歳までですか？60歳。60歳まで10個20個ぐらいともう付き合うことあるので。自分は16歳 の、 女性の方とそういうデートとかには付き合えられますか？法律的に、まあ、OK でお互いが好きであれば全然しますね、デートは。¿Qué tan viejo es ser viejo aquí en Japón para poder irte a una cita? Esto es lo que averiguamos hoy en este vídeo. Mi nombre es Kai, me dedico a hacer entrevistas aquí en las calles de Japón y si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete. Y ahora sí, dentro vídeo. ¿Cuánto tiempo le da que quito me dios? 21 años になります。自分の、理想のパートナーは何歳までじゃないとダメですか？いや、特に決めてないですけど、あんまり年齢は考えたことないですね。相性があれば全然どなたでも年齢は気にしないです。何歳まで上は大丈夫、セーフっていうか、まあ5歳ぐらいまでですかね。違いが26ぐらいだったらだから大丈夫です。日本って今、今まで13歳まではそのセックスをやっても大丈夫っていうことになってたんですけど、今は16歳に変わったっていう感じなんですけど、自分は16歳 の、 女性の方とそういうデートとかには付き合えられますか？ちょっとその法律関係は分かんないので、それがいいのか悪いのか分かんないんですけど、法律的に、まあ、OK でお互いが好きであれば全然しますね、デートは。そういう自分の周りでは多いと思いますか、ロリコンは？自分の周りではいないですけど、でもね、でもいる、いっぱいロリコンが好きな人がいるってことは知ってます。でも別にロリコンの人がダメとは別に思ったことはないです。うん、な例えばなぜダメってじゃないですかって聞いてもいいですか？別にその法律的に問題なければ年齢は関係ないと思っているので、別にお互いが好きであれば別に席の目がどうであろうが、ロリコンだったとしても別にお互いが付き合えばいいかなと思ってます。ご年齢だけ聞いても大丈夫ですか？59歳。59、うん、47歳。47、はい。自分の理想のパートナーの年齢って何歳までですかっていう感じな。まあでも12歳離れてるギリギリ最大かな。それ以上離れてたらきっと無理のような気がするね。そもそも年齢離れてて価値観違いすぎるけど、でも違ってても居心地が良ければ上下は15ぐらいはいいかな。せっかくなので、12歳離れてる夫婦、そのメリットとデメリットを教えてください。メリットというか、年齢が近すぎると意見が違う時にはっきりぶつかって喧嘩になりそうだけど、もうそのくらい年齢が離れてると逆にずれてるのが当たり前と思えるから、そこがメリットかな。デメリットはね、あんまり自分が早く死んじゃったら困るなと思う。あとはそう、主人が言うように喧嘩はほとんどないというか、相手が諦めてくれるというか、まあ喧嘩にならないこっちが怒っても。デメリットは、自分は早く結婚しちゃったから若い時遊んでないけど、主人は遅くに結婚して若い時遊んだ、だから私はこれから遊びたいけど、そう、主人を置いて遊びたい。遊んでるじゃん。遊んでるかも。何歳で知り合ったんですか？20歳。だから32だよね。例えば彼女が16歳だとしたら、で自分は12歳、28歳だとしたら付き合っていましたか？あ、付き合ってないと思う。ご年齢聞いても大丈夫ですか？19歳です。19。自分の理想のパートナーは何歳までですか？30はいけるかも。30はいける。30いける、はい。で、自分より年齢が若いっていうことは2年だけ。2年。じゃあ、はい、17とか。じゃあ付き合うじゃなくて、はい、例えばラブホテルとかに行くだけなら、そういう感じなら、どうだろう。好みだったら、まあもし僕のタイプだったら、うん、まあ年齢関係なく、多分行けます。なら45まで行ける？45はいけ、行けますね。はい。ご年齢だけ聞いても大丈夫ですか？19歳です。19。自分はどっちの年取った人が年若い人？上の方が好きです。若い場合は？若い場合はまあ精神年齢が上だったら好きです。子供すぎるとちょっと。じゃあ自分の理想のパートナーの年齢ってどんな年齢ですか？一緒が好きなんですけど、まあ、上下5歳までがちょうどいい。じゃあ例えば24とかが限界？はい。じゃあ例えば40代の男性の方でかっこよくてお金持ちでとってもいい人だとしたらどんな感じですか？
お父さんみたいになっちゃうと思います。ダメダメ。じゃあ、あの逆に若くとしたら、若いと小学生とかになっちゃうから、うん、今だと、うん、違うかなって感じ。その逆に男性の方で、あのロリコンとか人気じゃないですか、はい、日本って。そういう方って多いと思いますか、日本では。周りでは年下と付き合ってる人もいるので、多分そうだと思います。ご年齢だけ聞いてもいいですか。52歳。あの自分は年上か年下の子がどっちのが好きですか。今までお付き合いした女性はもう全員年上でした。全員不思議と。自分の理想のパートナー何歳がから何歳まで大丈夫ですか。あんまり年齢って気にしたことないんですけど、うん、さんはあの8歳年上の人でしたね。若くとしたら何歳まで OK っていう感じですか。自分はこんなおじさんは相手にしてくれるんであれば、ね、若い人が方がいいですけどね、うん、別に年齢はあんまり気にしないです。自分とあの気持ちがこう通じ合える人であれば。何歳まではあの OK ですか。あの最悪としたら25歳以上とかですかね。あの今日本では16歳の女性の方とあのなんだっけ、セックスをやるのは大丈夫。その16歳の女性の方が成人もちゃんとしてあれば、そういう場合は、さすがにね、もう自分がいい年した大人なんで、その高校生ぐらいの女の子とはちょっとそういうことはやっぱり高校、せめて高校卒業してからね、感じかな。日本人であのその質問にはいっていう人って多いと思いますか、それとも少ないと思いますか。その男性の年齢にもよると思いますけど、まあ、20代30代の男性だったらイエスというかもしれないし、僕らみたいに40代50代だとちょっと考えるかもしれないですね。年齢だけ聞いても大丈夫ですか。あ、28です。自分の理想のパートナーの、年齢って何歳ですか。そうですね、私はあんまり年気にしてなくて、結構、まあ、2、3歳とか下の人と付き合ったこともあるし、まあ、結構10個20個ぐらいともう付き合うことあるので、あんまり関係ないかな。その20代上の男性の方と付き合った時は自分は何歳でしたか。20代前半で、相手は40歳とか、うん、年上は限界はありますか。例えば70代はもうちょっと頭で考えたらそうですけど、まあ、実際もしそういう人がいたら分かんないかなとは思います。別に何歳までってリミットはそんなに考えてはないかなと。何が大切ですか。会話できるかじゃないですか。年が近くて、共通の話題がいっぱいあっても全然盛り上がらないことって結構あるじゃないですか。なるほど。でも逆にすごく世代離れててもなぜかすごい話して楽しいなっていうこともあると思うんで、まあ、そういうところは結構大事かなって思います。全然わかる全然わかる。それは全然わかる。逆に若い男性の方としたら、うん、どこが限界ですか。そうですね、まあ10代とかだったらちょっとさすがにね今28ですけど、でも18の男性の方と出会って超面白い話とか、あ、こういうこの人はこの人とは全然話が合うっていう感じだったら、まあ、あるかもしれないですね会ったことないですけど。じゃあ、はい、あの16歳だったら微妙だけど、でも向こうのテンションにもよりますよね。向こうがすごいもしかしたら本気だったらそれは考えるし、ご年齢だけ聞いても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、僕29歳。26歳です。そ、自分の理想のパートナーは何歳じゃないとダメですか。だいたい下は20歳ぐらいで、まあ30代ぐらいだったら全然大丈夫。まあもちろん人にもよりますけど、ちょっと40歳いくとちょっと考えるかもしれない。考えちゃうかもしれない。下は27歳、上は60歳。60歳まで大丈夫。じゃあ例えばどっちかというと年上か年下にどっちのに興味がありますか。だろう、でもまあ年下の方が多かったですね今までね。でも今は年上も興味あります、はい、あんまなかったから今まで年上がね。なぜ今興味があるっていう感じですか。あ、なんだろう、やっぱり
自分29年生きてきてやっぱり自分は情けない人間だなと思ったのでちょっとやっぱリードされる方がいいのかなって思いました年下といっぱい付き合ってきてやっぱり自分はねあまりやっぱ日本どうしても結構年齢でまだあるんですよね。年上の方がちょっと引っ張るみたいな、まあ、良くない風潮がまだあるんですけども、ちょっとそれに一回乗っかってみて年上の人に引っ張られてみようかなという気持ちが今あります素晴らしい。どっちかだったら絶対年が上です。年上、はい、さっきあの60歳までは大丈夫って言われたんですけど、その年取った人にちょっと興味あるっていう感じですか。年取った人というか年下以外ならという感じです。私の世代が体験してないことを体験しているのであればちょっとなんだろう興味本位ですかね。お話を聞いたりするのが楽しいかなと。自分の周りで例えば60歳とか50歳の男性の男と20歳とか30歳の女性の方でいますか、そういうカップルって。うん、いますね。いますいます。30代前半と60代とかはいますね。うん、います。あ、いる。いる。18歳です。18歳です。はい。どっちのが好きですか、好みですか。年取った人が、まあ、年上か年下。年上です。年上です。自分は理想のパートナー何歳までですか。10個ぐらいかな。10個ぐらいならいける。28とか、うん、そうですね。私も10個ぐらいなら30代は超えてるのは、いやちょっと厳しいか。今の自分の年齢だと厳しいなって思います。厳しいかな。うん、厳しい年上としたら何歳までは OK。2個とか3個かな。遠すぎるともう合わなそう、自分と。弟みたいになっちゃうかな。そうそうそう、弟みたいになっちゃうから2個ぐらいかな。例えば40歳の男性の方がかっこよくていい人で金持ちでだったらそういう場合はそれでも付き合ったりはしないかもしれないです。付き合ったりはしないかな。本当？本音？本音本音本音年取った人に例えば30代40代、まあ、おじいちゃんだったりに何か痴漢らしいものとかやられたことはありますか。あるし、なんか見たこともあるから多いところは多いのかなと思いますね電車とか。ちょっとなんか若い子が狙われてるっていう感じですか。そうだと思います。で制服がスカートだからっていうのもあるかもしれないですね。どうされたんですか。触られたっていうか、なんかニヤニヤしてさしながら触られたみたいな。気持ち悪かったです。おっさんおっさん年齢だけ聞いてもいいですか。はい、16歳です。16、はい、同じで16歳です。今日本は16歳からセックスは OK っていうことになってるんですけど、自分は16歳男性の方としてその30歳とか20何歳とかの女性の方と付き合えますか。4つ上までなら20歳まで。20歳なら OK、はい、童貞ですか。はい、童貞。周り、自分の周りは何パーセントぐらいが童貞ですか。大体70とか、まあそれぐらいです。69歳です。69、はい、69。自分の理想のパートナー年齢的には何が一番ベストですか。まあ60代半ばぐらいでも構わないと思いますね、うん、今の奥さんがちょうどいいです今の奥さんは何歳ですか。今の奥さんは、68です。68。自分は年上か年下のに興味はあるよ。まあ例えばまあ奥さんはいい人なんですけど、もし仮にいなかったとしたら、うん、40前後ぐらいの女性もいいかなと思います。日本って16歳からセックスをできるっていう感じなんですけど、その今16歳の女性の方が例えば付き合いたいって言われたらそれはありですか、それともダメですか。ないですね、はい、若いというより私から見ればもう子供ですから、ちょっと女性として見ることは難しいですせいぜいまあ27、8ぐらいまでしたらパートナーとして。パパ活っていう言葉って知ってますか。あ、知ってます。結構年齢の高い男性が自分の娘のような子に経済的援助を与える代わりに、まあセックス関係あるなしに関わらずお付き合いをしてもらうと。私は一応一応一応パパ活パサケノシシェビエンエストアキエメデラガレhaciendo entrevistas. La verdad es que conoces a gente muy curiosa. No sé si lo apreciáis. Bueno, ahora volvemos a las entrevistas. 日本は自分の意見でカップル、つうか
多いですか、それともそんなことないですか。私はちょっとそういうところから遠い世界に身を置いてるんで、少ないと信じたいですね。あまり好きじゃないです。ロリコンってしてますか。ロリコンが好きな男性の方が多いっていうイメージはあるんですけど、海外では、日本ではそういうことについてどう思いますか。まあ、海外日本かかわらずロリコンというのは、人間も生物の一種ですから、自然の摂理から言うとちょっと対象外の小さい子供を性の対象として見るっていうのは一種の病気じゃないのかなと思いますね。ちょっと気の毒かなと思う、そういう人は。個人的な意見では。なるほど、はい、ご年齢だけ聞いても大丈夫ですか。難しくて言えない。女性に年を聞かない方がいいと思 う, そ う, 結構そう。お母さんから言われてるけど、うん、まあ聞いちゃう。62とか61、そのぐらいにしておきましょう。そのぐらい。自分 の, 理想のパートナーの年齢は何歳ですか。5歳でも全然構わない。6歳でも上下、うん、下でも構わない。下でも構わない。自分は年上の方か年下の方のが興味はありますか。うん、若い方がいいね。若い、うん、年だからね。前は自分が20代時は全然興味なかったの。上も全然興味なかった。なぜって聞いてもいいですか。仕事してたから。なるほど。好きな仕事してたから。その仕事って何で何ですかって聞いても。ファッション。Déjame en los comentarios si se parecen a las edades que consideran en vuestros países. ¿Qué opináis? Espero que os haya parecido un vídeo curioso y que os haya acercado un poquito más a este maravilloso país. Y como siempre, watashi no namae wa Kai desu. Mata tsugi no video de aimashou. Sayonara.